4番手外目に8番の丸山直樹、その4番手内側に1番の西村浩太、中段並走ながらさばき切ったか1番西村、3コーナー誘導員対比です。7番の角レオナが先行体制に、4番手をさばいたのは1番西村浩太にマーク、9番の武田和幸、6番吉本哲郎、最終周回です。3番の十文字は切り替えて8番手最後方、9番手で8番丸山、2コーナーからバックへと向かっていきました。4番手をさばいてどこからまくっていくのか1番西村浩太、前は7番の角レオナのペース、そしてどんじりからは8番の丸山直樹、もう一度まくっていきましたが余力はあるかどうか。3コーナー4番手からは1番の西村浩太がまくり上げる、振っていくのは5番の藤田健二、4コーナーから直線です。その5番の藤田健二がよく伸びてきました。あとは2着争い、9番の武田和幸、最終4コーナーセンターぐらいですか、西村浩太さんのまくりにうまく合わせて、かぶるのが嫌だったな、もうちょっとダメですね。イメージっていうのは今日はイメージ以上になったような感じです。ああそうですか、はい、まあね、ちょっとね勢いがあった、西村さんのスピードね、そうですね、はい。